こんにちは、マイオネーマーケティングの永山です。今日のセミナーでもお話ししたんですけど、育む集客がすごく大事だよねっていうことにすごく反響をいただいてます。結構ね、買い取り型の集客、インパクトで集めて売り切りみたいなね、やり方にみんな嫌気がさしてるんじゃないかなと思うわけなんですね。そうじゃなくて、長期的にお客様と関係を作っていくと。ではそのため何をすればいいのかというとですね、やはり一番ベストな方法はライブなんですね。なんでライブがいいかというと、やはりですね、関係性を伝えていくときに、お客様とのコミュニケーションをしっかりと取らないといけない。その時に自分の言葉と、そして見た目と身振り手振り全部使って伝えれるライブが一番いいよねというお話でした。ということで、ライブね、やっていきましょう。マイオネーマーケティングの永山でした。ありがとうございます。